こんばんは。今日はこちらの食材を使った関西風のお雑煮に挑戦していきます。まず里芋を切っていきます。この金時人参を切っていきます。次に椎茸を切っていきます。昆布で出汁を取っていきます。里芋と人参を入れていきます。出汁が出たら昆布を取ります。椎茸を入れます。白味噌を入れます。みりんを入れます。料理酒を入れます。お餅を焼いていきます。お塩も少し入れます。鰹節をまぶして、北川博之特製関西風のお雑煮の完成です。関西風のお雑煮の完成です。早速いただいてみたいと思いますね。お正月といえばお雑煮ですよね。皆さんのお家は関西風でしょうか、関東風でしょうか。いただきます。うまい。ちなみに岐阜の実家ではなぜか関東風でした、ね、岐阜ってどっちかというと関西寄りなのに。でもこの白だしの関西風のお雑煮を初めて食べたぐらいの感じなんです。めちゃくちゃ美味しいです。今日も大成功です。